9月4日土曜日の全国の天気を角田奈子がお伝えしていきます。秋雨前線、南岸付近に停滞します。前線や上空寒気を伴った気圧の谷が通過する影響で、東日本中心に広く雨が降ります。東日本方面、一時的に激しい雨や雷雨となる恐れがあるので、雨の降り方にご注意ください。ではここからはアイコンで見ていきましょう。沖縄は日差しが照りつけ厳しい残暑です。急な雨にお気をつけください。九州や中四国エリア、隙間から日差しが届くところもあるんですが、雲が多めの空です。各地雨がざっと降る恐れがあるので、家を出るときに降っていなくても雨具を忘れずにお持ちください。近畿や中部、そして関東、東北南部にかけて広く雨が降ったりやんだりの一日となります。特に中部や関東、一時的に強い雨や雷雨となる恐れがあります。降り方にお気をつけください。東北北部も秋田や岩手を中心にだんだんと雨が降りやすい空になっていきます。東北地方、太平洋沿岸中心に風が強いので、横殴りの雨にもお気をつけください。北海道は広く日差しが届きますが、また山沿いでは午後にわか雨や雷の可能性があります。気温を見ていきますと、西日本30度超えるところが多く、蒸し暑い体感続きます。関東は少し前日と比べると気温が高くなりますが、20度台前半ということで暑さ控えめです。服装にお気をつけください。東北地方、これまでと比べると昼間の気温ぐっと低くなります。服装に要注意です。風邪ひかないようお気をつけください。全国の天気をお伝えしていきました。この後も最新の気象情報はウェザーニューススマートフォンのアプリからご確認ください。